どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔です。はい、今日はですね、私たちの感覚をワンちゃんに押し付けてはいませんかということで、私たちの中ではワンちゃんたちとこうやって暮らしていきたいっていう理想があります。もちろん理想と現実の差っていうのはあったりするんですけども、その中でもですね、私たちがこんな風になってほしい、もしくは普通のワンちゃんと比べるとこうだよねっていう話が出てくることが多いんですけども、まあそもそもね、ワンちゃんにとって普通って何って話もあったりするんですけども、やっぱりね、私たちの感覚をね、ワンちゃんに知らないうちに押し付けちゃってるんじゃないかなっていうことについてね、今日はお話をしていきたいと思います。まずですね、やっぱり人同士でも感じ方っていうのは皆さん違うんじゃないかなって思ってます。例えばワンちゃんは皆さん好きな方多いと思うんですけども、例えばね、ヘビが苦手な人もいれば、ヘビを見てもね、まあ、別に何とも思わない、平気だよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。それっていうのは、まあ、その人その人によって感じ方だけの話なんですよね。別に噛まれても大丈夫とか噛まないからとかそういう問題じゃなくって、もうやっぱり苦手なものは苦手っていうことですよね。見ただけでうってなるような感じで、その感覚っていうのはワンちゃんたちにもあるかなと思っていて、例えばね、抱っこがものすごく好きな子がいる、言ってないのに抱っこしてって来たりとか、抱っこ抱っこってやってくる子もいる反面、苦手な子たちもいる、手を出すだけで逃げるとか、まあ何かしたからっていうパターンが多いと思うんですけども、何もしてなくてもやっぱりね、抵抗がある子っていうのがいると思います。なので一番は、私たちがその子に対して普通こうだよねっていうことを押し付けていこうとしてもなかなかうまくいきません。なんでかっていうと、その子たちによってやっぱりね、感じ方っていうのが違うんです。抱っこ一つとっても、例えばね、大型犬、中型犬、小型犬のその体の大きさの差っていうのもあったりします。特に例えばね、小型犬の子だと抱き上げる時にキャンって言ったりする時には、もしかしたら小型犬だからいいやって脇から持っちゃったりすると、ここの下ですね、持ち上げられると痛い、だから抱っこが苦手っていう子たちもいたりとか、なのでまあ普通抱っこって平気だよねと思っても、なんか私たちが子供の時にお父さんお母さんにしてもらった抱っこみたいなのを想像しちゃったりすると、実はワンちゃんの中での感じ方も違ったりとか、またその子にとってはそれが抵抗があることだったりすることもあるんじゃないかなって思ってます。ただですね、やっぱり一緒に生活していく中で全く抱っこができませんっていうのも困ってしまうので、慣らしていかなきゃいけないんじゃないかなっていうのはあると思います。ただそれも無理にするんじゃなくって、まずはトレーニングをしてやっていくのが一番いいんじゃないかなって思ってます。例えばね、ワンちゃんの抱っことかっていうのも、まずはワンちゃんがその抱っこ自体をどこから苦手なのか、もうそもそも手出しただけで逃げ回ってたら、まあ、そこからまずね、練習していかなきゃいけない。抱き上げる前にワンちゃんが警戒しないで体を触らせてくれるかなっていうところからゆっくりやっていかなきゃいけない時もありますし、やっぱり練習していく中で難しいなって思った時には、例えばね、自分たちが座ってる時にですね、フードとかおやつを使ってお膝に誘導してあげて、スッてこう体ね、抱きかかえてみたりとか、ワンちゃんからね、ピョンって抱っこ来る分には平気なんだけど、こちらから抱きかかえられることに抵抗がある子たちもいたりするので、いろんな方法があると思います。どの方法が正しいとか、どの方法が間違ってるとかではなくって、そのワンちゃんの感じ方がね、非常に大きいのかなと思いますので、ぜひですね、自分たちも、まあこのぐらい大丈夫だろうとか、なんでこのぐらいで嫌がってるのって言っても、ワンちゃんたちの中でそれがどれぐらい嫌かっていうのは測れないわけですよね。なのでもしね、それを私たちが数値化できるとすると、例えばね、抱こうとした時にすごい血が出るほど噛んでくる、あ、そんだけ嫌なんだねとかっていうところを見ていくしかないんじゃないかなとは思ってますね。なのでワンちゃんの嫌がり方とか反応とかもあるんですけども、そういったところを見てあげながら、無理にねそこをやっていこうじゃなくって、まずはですね、その子が、あ、そういうことが苦手な子なんだねっていうのを分かってあげた上で、一つずつね乗り越えてやってってあげなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、急にですね、ワンちゃんが苦手なことをじゃあやめられるように練習しましょうっていうことではなくて、少しずつね慣らしてあげて、でその子がね、本当は何が苦手なのかなっていうのを見てあげられると違ってくると思いますので、決してですね、私たちの感覚で怖くないよって言われても、さっきのね、蛇が苦手じゃないですけど、好きな人とか平気な人からすれば平気なんだけども、苦手な方は苦手だと思うんですよ。なのでそこはね、無理がない接し方から入っていかないと、やっぱ本当にね、苦手なものに対して触れるっていうのは非常にね難しくなっちゃうんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、私たちの感覚でワンちゃんも見ない方がいいんじゃないかなと思いますので、あ、この子はこの子でこういうのが苦手なんだね、怖いんだねっていうのを受け入れてあげながらね、やってあげるといいんじゃないかなって思ってます。
はい、ということでね、急がば回れっていうことでね、無理やりやるよりも実はね遠回りだと思っていても一つ一つ丁寧にね教えていった方が実は早かったりすることが多かったりします。なので特にねお手入れで必要なことだったりとか今後ね何かでやる必要性があるよっていうことは教えていけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひですねそのワンちゃんの感じ方ですね、そこも大事にしてあげて、その子がそれに対して抵抗なく向き合えるようにですね、私たちも少しずつねワンちゃんの気持ちを理解してあげながら一つ一つね乗り越えて、ワンちゃんたちの苦手なことちょっとずつですねできるようにしてみてはいかがでしょうか。